デビッド・グラス・ゴー・ハラ・ガットは、アメリカ合衆国海軍の軍人である。アメリカ海軍では、初の海軍少将、同中将、同大将に上った、南北戦争のモービル湾の海戦で、嫌いがなんだ、全速前進、という命令を出したことで、大衆文化の中でも記憶されている。山梨・勝之ノは、世界史的な観点から、海軍の名称を列挙するならばとして8名の、 提督を挙げた上で、保冷書、ネルソン、デビット・ファラガット、東郷平八郎の3名について突起している。ファラガットは1801年に、テネシー州、ホルストン川沿いのローズフェリで、父、ジョージ・ファラガット、母、エリザベス社員の息子として生まれた。父は、スペインのメノルカ島生まれであり、母は、スコットランド系アイルランド人の子孫で、ノースカロライナ州出身だった。 その出生地は、テネシー州、ノックスビルに近く、キャンベルズステーションの数マイル南東にあった。父は渡し船を運航し、テネシー州民兵隊の騎兵士官も務めていた。父のスペイン名は、ジョルディ・ハラグート・メスキーダであり、メノルカ島のスペイン商船船長となった、シチアントーニ・ハラグートと、母ホアナ・メスキーダのもとに生まれていた。1766年に、 アメリカに渡って、なお常時に変えた。アメリカ独立戦争では、アメリカ側についた。戦中に、海軍大員となり、はじめは、サウスカロライナ州海軍、後に、大陸海軍に勤めた。戦後西のテネシー州に移住した。1805年、父は、ニューオーリンズ港での役職を引き受けた。父がまずニューオーリンズに旅立ち、家族がその後に続いた。雇った。 川水婦の助けを借りた平底船での1700マイルに及ぶ冒険旅行であり、当時4歳のファラガットにとって初めての旅だった。家族がニューオーリンズで暮らしている時に母が大熱病で死んだ。父は幼い子供たちを友人の家族に預けて世話をしてもらう計画を立てた。デビッド・ファラガットの生まれた時の名前はジェームズだった。母の死後の1808年。 父親同士が友人だった海軍士官デビッド・ポーターと暮らし養子にされることになった。1812年養父の名をもらってデビッドと名を変え、1810年後半には父と共に船に乗るようになった。養父の家は海軍一家だった。養家で兄弟になった中には、後の南北戦争で海軍帝督、デイビッド・ディックソン・ポーターや海軍大将のウィリアム・リー・ポーターがいた。 ファラガットはアセス・フェレットの副官に任命され、最初の巡行を終えた後、1823年9月24日にスーザン・キャロライン・マーチャントと結婚した。スーザンは数年間病気を患った後の1840年12月27日に死亡した。ファラガットは妻の病気療養中にその面倒をよく見たことで知られている。 3年後の1843年12月26日にバージニアロイヤルと再婚し、1844年10月12日に息子のロイヤルが生まれた。ワシントン DC の国立肖像画ギャラリーにあるファラガットの肖像画、ファラガットの海軍での経歴は9歳の時に士官候補生として乗り組んだことに始まり、40年以上の間にいくつかの戦争に従軍した。 特に南北戦争ではいくつかの海戦で決定的な勝利を挙げたことで知られている。ファラガットは1810年12月17日、9歳の時に養父の影響力でアメリカ海軍の士官候補生となったノート1、12歳で捕獲品管理者となり、米英戦争ではデビッド・ポーター海軍大佐の下で戦ったアセス・エセックスに乗り組んでいった1812年8月13日、 イギリス海軍の HMS アラート捕獲の現場にいた。この後、捕獲したアラートを安全な港まで開港する任務を与えられた。1813年、ヌークヒバ作戦で太平洋に向かい、太平洋ではアメリカ発の海軍基地と植民地建設に関わり、マディソンビルと名付けた。この時島の敵対的な部族と戦闘になったが、同盟したて、愛遺族の協力も得た。 1814年3月28日、チリのバルパライソ湾でイギリス艦と戦った時にファラガットは負傷し捕虜になった。1822年、ファラガットは海軍隊員に昇進した。西インド諸島の海賊に対する作戦を実行中だった。カリブ海で海賊と戦うために偽装された艦船のモスキート艦隊で任務に就いた。昔の艦長である。 ポーター淳章が艦隊指揮を取ることを知ると、ポーターの弟である、ジョン・ポーターが指揮する召喚の一つ、グレーハウンド上官を求め、認められた。1823年2月14日、艦隊は西インド諸島に向けて出版し、その後の6ヶ月で海賊をカリブ海から追い出し、様々な島の隠れ家から駆逐した。この作戦では、エクスペリメントの副艦長になった。 1824年、アセス・フェレットの指揮を任され、初めて指揮する艦となった。1853年、アメリカ合衆国海軍長官ジェームズ・シード・ドビンが、サンパブロアンのサンフランシスコ近くに、メア島海軍造船所を作る役目に、ファラガット海軍中佐を選んだ。1854年8月、バージニア州ノーフォークの平坦部検査官補を務めていた。 ファラガットがワシントンから呼び戻された。フランクリン・ピアース大統領がファラガットの海軍での経歴を検証し、新しい任務につけさせたものだった。1854年9月16日、ファラガットはカリフォルニア州バレーホノメアと海軍造船所の指揮官に就任した。この造船所はアメリカ西海岸で艦船を修繕する港になった。 ファラガットは1858年7月16日に海軍大佐としてメア島任務を命じられ、1859年8月11日に英雄としての出迎えを受けて戻った。ファラガット提督、1863年頃、ファラガットは南北戦争前にノーホークに住んでいたが、知人にはアメリカ合衆国からの脱退は反逆とみなすという考えを明らかにしていた。 海戦の直前にバージニア生まれの妻と共にニューヨーク市からすぐ郊外にある小さな町ヘースティングス・オン・ハドソンに移転した。北軍での収益を申し出たが最初は海軍退役兵局での任務を与えられた。8日の兄弟であるデイビッド・ディクソン・ポーターから特殊任務の指揮を提案されたがその標的がノーフォークになる可能性があることを知ると躊躇した。そこには 友人や親戚が住んでいたので、標的が子供時代を過ごしたニューオーリンズに変更されたことを知って安心した。ファラガットは南部の生まれであり、その妻もそうだったので、海軍はファラガットの北軍に対する忠誠心をいくらか疑っていた。ポーターがファラガットの肩を持ち、ファラガットはニューオーリンズ攻撃の主要任務を担うことになった。1862年2月3日、 メキシコ湾封鎖戦隊の指揮官に指名され、秘密任務を受けた。その機関とした、大砲25門搭載上機関アセスハートフォードに、17隻の艦艇からなる艦隊を従え、ハンプトンローズを出港した。ミシシッピ側の河口に到着すると、その両岸には、南軍のセントフィリップ砦とジャクソン砦があり、2つ、合わせて100門以上の重砲があり、守備隊は700名がいた。 ファラガットの艦隊が接近したことを知ると、南軍はニューオーリンズ港の外に16隻の砲艦艦隊を集合させた。4月18日、ファラガットはポーターの指揮する迫撃砲艦隊に2つの砦への砲撃開始を命令し、そこそこの損害を与えたが、降伏を強いるところまでは至らなかった。2日間にわたる、 激しい砲撃戦の後で、ファラガットはジャクソン砦とセントフィリップ砦の下を通り過ぎ、さらにシャルメット砲台の下も過ぎて、4月29日にはニューオーリンズ市と港を占領した。この戦争では決定的な出来事になった。アメリカ合衆国議会は1862年7月16日に海軍少将の位を創設して、ファラガットに与えその栄誉を称えた。 この階級はそれまでのアメリカ海軍にはなかった。この時までアメリカ海軍はフラッグオフィサーという言葉を好み、アドミラルという階級を使わないようにしていた。これはヨーロッパ諸国海軍の階級に関する伝統とは区別するためだった。この年の7月、ファラガットはミシシッピ州ビックスバーグを守る砲台のもとも通過したが、この時は成果を上げられなかった。 間に合わせの南軍総交換がファラガットの38艦の船体を交代させた。ファラガットは後戦的な指揮官として常に他者と協調できるわけではなかった。ポートハドソンの包囲戦では当初の作戦がナサニエルバンクス将軍指揮するメキシコ湾岸軍による陸からの陽動攻撃に支援されて南軍の固い要塞の下をファラガットの船体が通過することになっていた。 行動開始は1863年3月15日午前8時と決められていた。ファラガットは3月14日に行動開始時刻をその日の午後9時に勝手に繰り上げ、北軍陸上部隊が配置に着く前に砲大下の通過を始めさせた。北軍の協調が取られていなければ、南軍はファラガットの船隊に攻撃を集中でき、その艦船に大きな損傷を与えた。 ハートフォード艦上のファラガット・ファラガット戦隊は後退を強いられ、二艦のみが南軍の砲台下を通過できただけだった。ファラガットは砲撃を免れた後、ポートハドソンの戦闘には参加できず、バンクス将軍は海軍の支援という利点なしに包囲を続けることになった。北軍は取り出に対して二度総攻撃をかけたが、二度とも大きな損失を出して跳ね返された。 ファラガットの船体は分裂していたが、残った2艦でレッド側河口を封鎖することはできた。ポートハドソンとビックスバーグの間のミシシッピ川を効率よくパトロールするのはできなかった。ファラガットの判断がアメリカ海軍と北軍陸上部隊にとって高いものにつき、このポートハドソンでは戦争全体の中でも高い損失率を出した。7月4日にビックスバーグ要塞が降伏し、 ポートハドソンはミシシッピ川で南軍最後の要塞となった。7月9日、南軍守備隊から降伏の意思表示があり、バンクス将軍はこれを受け入れた。アメリカ軍自身で最も長い包囲戦が終わった。ミシシッピ川を支配することは北軍戦略にとって最重要事であり、ポートハドソンの降伏によって南軍の支配地は2つに分けられてしまった。 1864年8月5日、ファラガットはモービル湾の海戦で大きな勝利を挙げた。モービルは南軍にとってメキシコ湾に開いた最後の港だった。湾は多くの嫌いで埋められていた。当時は渓流された嫌いを魚雷と呼んでいた。ファラガットはその艦隊に湾突入を命じた。偵察艦アセステクムセが嫌いに触れて沈んだ時、その他の艦は交代を始めた。 ファラガット提督とゴードン・グレンジャー将軍。ファラガットはその高い式台から艦船が戻ってきているのが見えた。ファラガットは、機関アセス・ハートフォードの作具に、自身の体を縛り付けていた。その機関の拡声機からアセス・ブルックリンに向かって、何があったんだと叫んだ。嫌いです。という返事が返ってきた。嫌いがなんだ。とファラガットは叫び、金読んだ。ドレートン艦長。 前進、ジューエット、速、と続けた。艦隊の大半が湾の内に入ることに成功した。ファラガットはモーガントリデとゲインズトリデの砲台からの抵抗を乗り越え、フランクリン・ブキャナン帝督の戦隊を破った。1864年12月21日、エイブラハム・リンカーン大統領は、ファラガットを海軍中将に昇進させた。 戦後の1866年7月25日には海軍大将に昇進した。最後の任務は1867年から1868年までスクリュー推進フリゲート艦アセスフランクリンを機関とするヨーロッパ戦隊を指揮したことだった。ファラガットは生涯現役に泊まっていた。このような海軍士官は他に6人しかいない。ブロンクスク、ウッドロン墓地にある ファラガットの記念碑ファラガットは1870年8月12日、休暇中のニューハンプシャー州ポーツマスで心臓発作のために死去した。69歳だった。ニューヨーク市ブロンクス区、ウッドロン墓地に埋葬された。その墓所はアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。 1903年発行の切手1937年発行の切手アメリカ海軍の将校ではこれまでに4人が郵便切手の図案に使われたがファラガットは1回にとどまらず採用される栄誉によくした最初は1903年に発行された1ドルク黒田2回目は1937年に発行された海軍切手であり5種シリーズの一つだった3000と紫単色であり 左に、ファラガット、右にデビット・ポーター、中央に搬送公開中の戦艦を廃した。最近のものでは1995年6月29日に、ペンシルベニア州ゲティスバーグで発行された32セントギッテがある。ファラガットの子孫では一人だけが、海軍に勤めた、六代後のオイブレット・ヒンチが1985年から1995年まで、オーストラリア海軍に勤め、 海軍中佐になった。ありがとうございます。